何回嘘つかれとるんやろんか今一人1000個以上、あ、そうなの？なんでそんな持ってるの？みんなもらえるの？みんなもらえるやつ？あ、そうなんだ。あ、2000個ぐらいある。すごいね。めっちゃ2000回嘘つく嘘だよ嘘だよって。あ、抽選すごいよ本当に。もうなんか、うん、もうなんかすごいもん今、私の心周りにふわーってきて、ちょっとびっくりぐらいに来とる。ありがとう。ボブは幼稚園児？ん？なんやって？なんやって？あれ？くし、あった。今日はね、部屋の掃除頑張りすぎてヘトヘトです。指が疲れて、それはそう。だってみんなさんも今さ、多分さ、今さもこんなんでしょ、みんな今これ今みんなの状態これだよ多分もう黒染めした。そうなんよ、もう黒染めした。ニコ生はあさって、そう、あさって。指が、みんなの指がもうだいぶ疲れてきてる頃合いじゃないでしょうか。今そろそろ指がーって多分なってると。やっと半分はやばい。こんばんは。嘘で歌うの俺手がやばい、手がもう追いつかんくて3年くらいかかります。もっとかかるね、それは。もっと大丈夫だよ。あ、そう、この間のタワーのお礼もね書いてきたんですけど、多分今の状態だと嘘だよばっかりなりそう。ちょっと後でお礼しますね。書いてきたんよ。こんばんは。あ、これは止め、投票モードか。私投票モードにしたらギフトが止まるの知らなかった、ずっと。みんな嘘つくね。私さ、今日さ、なんかさ、今日嘘つくか迷って。なんかあんまりね、私嘘が思いつかん人なんよ正直本当に嘘が思いつかなくて、どうしようってなって、まあみんなをね悲しませたくないから、そのなんか嫌な嘘はダメじゃん。なんか誰かほんまに嫌だなみたいなやつは嫌だから、どうしようってなった時に本当に思いつかなくて、そう、突っ込んで、しんちゃん生で見れるの最後、ありがとう見てくれて
あ、色変えたか分かんない写真。あれね、あのね、金髪とかにするとね、加工だから黒のところがもうやっぱ残っちゃって、あの綺麗に全部加工できるわけじゃなかったから、変になるのよ。なんか黒の部分と金色の部分があったりするから、あれくらいの色じゃないと、なんか、そう、あれくらいの色じゃないとなんかいい感じにできなかったんよ。だからもっとね、そう、リアリティがなくなっちゃうから、もうすごい加工感が出ちゃう。ピンクとかもね、そう、桃色にしようと思ったんよ。でもそれもめっちゃ不自然になっちゃうからやめたんよ。そう、そうそう。ね、やっぱりもう定番の髪色しか思いつかなくって、あ、定番だけど写真をこうくっつけたらいい感じになるかなと思って載せましたね。みんなにね、エイプリルフールもね、こう、楽しんでほしいじゃないけど、なんかしたできたらいいなって思ってたから、ありきたりなやつであったんですけど、なり終わった 終了した、ありがとね、いっぱい。やってんな、いや、そりゃそうだって、いや、わかん、微妙なラインを攻めるのはちょっと怖いんよ、私結構。もうね、もう思いっきりわかるやろうみたいなやつじゃないとね、結構ね、あの、プルプル震えますね、私。あ、ネイルしてない写真だけど、なるほど。そう、写真もね、前載せたことあるやつにしました。わかりやすいように。私はなんか、カラーはリアルだったでしょ？でもなんか、その嘘は、いや、ダメだよってならないように、あの、本当にね、わかりやすいやつばっかり、載せましたね、もかさん。もかさん。そう。濃いブラウン、うん、ブラウンみたいな感じかな。今日の。こんなやつ、俺の嫁って出てきた、びっくりした、待って、俺の嫁って出てきた、たあさんありがとうございます。俺の嫁ではないですけどね いやいや、はあ？とか言わないの。桃が好き。私とかで結婚してたら絶対ないですよ 断言します、絶対ないです。くるくるの髪、そう、くるくるのやつ星ついてたよね、頭に めっちゃ面白かった。なんかああいうのもいいなと思った。私は結構リアルにしちゃったけど、なんか面白かった、あの投稿 どうやったら星マークがつく、あ、一回聞いて、一回聞いて、みんなありがとう、すごいことになってるよ、もう、いやーって、そういえば今日から2.5期生ちゃんたちも正規メンバーだよね。 LINE 交換できるやん。
ボボモも可愛かった。あずみとまだ交換してない。今日はね家にいたからするよ。マイケルさんとリアツにしてた。あ、そうなの。いいね。リアチの髪切りましたっていうのが、いやめっちゃリアルだったよね。あれってエイプリルフールなんかな。もーちゃんは LINE の返信早い。もーちゃんは LINE の返信はですね、そうですね、そうメンバーには結構早いです。でもなんかねむこちゃんとかだったらお互いに遅いみたいな、なんか親友ちゃんたちはみんな遅いタイプなんですよ。だからお互いが遅いけど、結構 LINE を早く返してくれる子に対しては早く返さなきゃってなるだからそう、その相手も遅かったら私もあのお互いがそれをこう分かり合って送ってるからいいけど、結構早く返してくれる感じの子はにはちゃんと返した。パパパパって返した。相手のペース、そうですね、相手のペースにね合わせますね。でも基本的にはそんなに LINE 開かないのよ私。結構ポキーってしてるので、お仕事相手とお客様だけ、そうそう、そんな感じ。私もなんかプライベートとか、そう、だったらやっぱ遅いのかな、どうだろう、その時にもよるな。メンバーだと誰が返信やの。あのねメンバーだとみほりんがめっちゃ早いです卒業しちゃったけど、みほりんがめっちゃ早い。本当に送ったらすぐ返してくれるよ、ひゃんって。そう、うん、みんな言ってる。そうそうそう、それぐらい早いんですよ。早いですめっちゃ。卒婚、そう結構ね会えてるんですよね。だから実は私昨日もねお話ししてました。私あとはメンバーじゃないんですけど、あの今の担当さんじゃなくて前の担当マネージャーさんがめっちゃ LINE 返してくれるの早くて、本当にあのその時にもよると思うけど、もちろんだいたい送って30秒以内には結構既読つく確率が高いんよ。すごくないすごくない。逆に仕事もねあるから毎回じゃないよ、もちろんそれは無理だと思う。あの別の仕事、別のメンバーについてってる時もあると思うから。早いよね。だから自分の今の担当マネージャーさんの記録がつかない時にあの前のマネージャーさんに 送ったりすることある送ってすぐ返信が欲しい時は送ってしまう。仕事中はメールとか LINE 早いかも。デスクワークの時はそんな感じなのかな。本当に早いんだよね。長文でも、うん、長文でもね結構返ってくるよすぐに。こんばんは。とか私の文章力見てくれてたりねしました。
真撮りたいけど機会がなくてピアノし、昨日撮りたかったね。バタバタしてたもんね。ちょっとゆいにゃんと、マネージャーさんに圧かけて、全然かけてないです普通に帰ってくるってだけで。文章は長いの、文章はいや短いことが多いけど、長くてもね帰ってくるよすぐ。電話するのは苦手じゃ、あーどうだろう、電話か、いや全然苦手ではないかな。スタンプとか使うよ、スタンプも。電話か、ちいか、うん、私ちいかわのスタンプ3つくらい持ってメール読んでって電話する。あ、そうなんだそれはね、たましてないかな。でもなんか私さ、本当にあんまり相談事とかしないから、あんま電話することなかったかも。秘密主義？秘密主義？ではないと思うけど。秘密主義かわかんないけど、なんか人から聞いた話とかあんまり人に言わない、別の人に言わんようにとか、なんか考えてたら確かにあんまりいろいろ言わないかもしれないそう、自分で決断しちゃうだけだね。こんばんは。自分で解決したい。いやでもね、そんなことないよ今。あ、いや、うん、なんだろう、したいけど、マネージャーさんにももちろん相談したよ、いろいろしたけど、今のマネージャーさんにしたけど、あんまりね、なんか何やろうね、あんまりね引き止めてくれたりとかは全くなかったんだけど、前の担当マネージャーさんは2時間くらいずっと話して、でそう、でもその時にはもう結構決断を固めてた時だったから、いっぱいね、じゃあこうしたらみたいな言ってくれたんですけど、その時にはもうね、あれでしたね、固めてたの時だった。聞いてくれたの、うん、前のマネージ担当のマネージャーさんは聞いてくれた。そう、でもその時はめっちゃもう決断した後ぐらいのタイミングだったかなほぼほぼね言ったぐらいの時だったので、ちょっと今のマネージャーさんには悩んでる時に言ったんですけど、こんばんは、こんばんは。
それは相談じゃなくて報告。え、そうそうそうよ、ほぼ。でも、そのだってマネージャーさんは今マネージャーさんじゃないから、私の。相談した時はなんかそんなにあんま考えてくれてないのかな、あんまって思っちゃったね、自分は。今のマネージャーさんに言った時は。だから結構ね、その時は決心つきました。こんばんは。嘘だよがだいぶ減ってきてみんな投げ終わってるからありがとね、いっぱい指頑張ってくれて。こんばんは。指の疲れが慣れるの疲れてきたそう、みんなあ、ちょっと増えてそれかもうみんなあれかも、もう終わったのかも、持ってる分。あ、補充してきたの。どうやって補充するのみんなの指が心配だからいいんだよいいよ指止めていいよ。あ、これ今日だけのやつなの？あ、そうなの。エイプリルフール限定のやつなのこれ。明日みんなペン持ってなくてね、もう明日みんな手がもう疲れ切ってしまってるかもしれない。小指チェンジ？小指結構しんどくない？あー、投げ切らないと消えちゃうんだ、一日で。そうなんだ。今日10分くらいになったら読むね。あ、何、記念メダル、そんなのがあるのすごい、連打、みんな連打してくれ今そんなやつがなんかあるのね。なり終わりました。タワーの俺明日の方がいいかな嘘だよ。明日見せよっか。じゃあみんな今頑張ってくれてるから、こんばんは。嘘が詰められない。嘘が詰められない。ちょっと休んでから、みんなね、またちょっと疲れて、さっきまで休んでて、今からまたおりゃーって。おもちゃんがやめてって言ってくれたんですけどそうなの、直しに嘘ついてない、忘れてた。全然自分のペースで、みんな疲れたら止めてください
自分のペースでそうやめてもいいしありでもいいし何でも嬉しいので、明日見せますね、タワーの例書いてきてるので、書いてきてるので、また明日見せます。息をする心、そうだよ、息をする心だよ、無理しないでこんばんは、投げ終わった、お疲れるね、一気に投げれたらいいのにね、なんかこれはもう今日みんな、私もこれをもらえるの、それともこれはもらえないのかな、私あ、もらえるの、もうかも、今出てもらったの、みんな実はユリリストにしたっていうオチがあるか、それはそれは怖いそれは怖すぎる、ケリカ投げて、え、そうなんだ、配信見て抽選券もらって、もうでも時間的にあれか、あ、ガラポン、え、ちょっとガラポンだけしたいあの投げるんじゃなくて抽選券もらってガラポン ちょっとそれするわ後で、うん、ガチャ楽しいよね、当たりばっかり、嘘、あ、金の服がたくさんもらえる、楽しそうそれそっちのが面倒、嘘、こっち、そっちが面倒だったの、こんばんは、問題投げる方、それは大変、みんな手が、抽選して嘘とはもらってどこかで投げると抽選券99枚、やばありすぎ、それは無かな、あくびつった、みんなもね、みんなもの時間頑張れ頑張れ見れ、今家にもうないかもしれない、あったらあれやけど、ミレーね売ってるよね、結構スーパーとかで夜中に掃除する、うん、もうね終わらない終わらないのよ、そう、あのそんなうるさくないようにね、ちょっと仕分けするだけ、分担も売ってるよね、私も広島で分担見た、携帯なくさないし、ジャッジミネーが世界で一番美味しいですよ、お、もうでも会う機会あるのかな、私
まだあったら見つけときますね。家に。ブンタンは美味しく、ブンタン美味しいよね。いっぱい売ってる。本当に。でも意外と高級だから明日は会わない。そうね、もうなんか三期生ちゃんとかと会うの昨日が最後だったかもしれない。そう、実は。分担って何？分担はなんて説明したらいい？なんか黄色くてもうみかんの、みかんじゃないんだけど、もっと巨大バージョンのこれぐらいのフルーツなんですけど、みかんの味とは全然違くて、そう、土佐分担っていうね、有名な、高知で有名な分担があるんですけど、広島でもね、スーパーとかであったよ。そう、ソフト、そうそう、ソフトボールぐらいの皮が、そう、めっちゃ、そう、もう包丁とかじゃないと切れない、手じゃできない。みかんだったらさ、手でさ、ちょっと苦いし、なんかプチプチ食感がすごい。それがめっちゃ美味しい。そう、食べるの大変だけど美味しい。そう、身がプチプチだよね。美味しい。それが久しぶりに食べたくなっちゃった。でもね、前さ、なんか高知のなんかね、無人で売ってるやつあるじゃないですか、お店じゃなくて個人的に多分売ってるやつ、そう、無人販売所を高知で見つけて、それが分担何個ぐらい入ってたかな、もう何個、5個とか入ってるのにめっちゃ安くて、何円だったか忘れちゃったんだけど、もう本当に500円とかだったかな、分かんないけど本当に安くて、何円だったんだろう、100円700円、いや絶対1000円もいってないからね。でもすごい安かったんですけど、そう、だからめっちゃ安く食べれる。広島産区で400円、え、でもそれも安くない？うん、みかんもめっちゃ安いからね、結構ね、フルーツが安くゲットできたり、野菜とかも結構安くゲットできたりする。でも広島でもみかん売ってるのは見たことある。岩盤浴行ってきた、いいね。いちごはどうだろう、でもいちごどうだったかな、ゆいにゃん、ママの土屋公園見学予定だった。嬉しい。仕事が入って、全然来てくれようとしてただけでありがたい。ありがとう。直接販売だと、あれで人件費がかかる。ああ、そっか。そうだよね、レジの人とかいないから。だから安いんかね。でも結構無人のやつ多くて、高知いろんなのが安く美味しく手に入ります。高知県産って書いてた、追加って、え、わかる。もうかもさ、
なんか広島に来てからもさ、スーパーとかに高知県産があったら絶対それをさ、こうもうすぐ買っちゃう。トマトとかニラとかシシトウとか全部高知産のが多いので、結構スーパーにも。高知って見るたびに桃花さんのこと思い出す。じゃあ毎日高知って字をあの家に貼っといてください。高知県産ピーマン、ピーマンもいいね、ナスもあるしね、結構野菜とか多いよね、生姜とかね。シシトウ渋い、え、美味しくない？シシトウってめっちゃ、私めっちゃシシトウ好きだけど、たまに辛いの当たった時にもうヒーってなる。なんか結構辛いよね。それなんか思い出す感動するじゃん。いいや、もう毎日毎日思い出して。いや、天ぷらはシシトウめっちゃ美味しい。芋けんぴは高知の方も嬉しい、美味しいよね芋けんぴ。今何分だい？言われてたら辛いシシトウなの。あ、そうなの、全然知らなかった。食べんとわからんと思ってた。桃のもの見ると桃もね。じゃあ毎日桃を食べてください。6分、じゃあ10分になったら読むね。お母さんはもうこの後必死でお掃除します。カラオケ配信、カラオケ配信絶対しようね、また一回は。当面録画変えないつもりだから毎日顔合わせて。当面、当面ってことは当面撮ったら変えるんじゃん。うん、カラオケにするね。 STU の曲とかもいっぱい歌うね。100円玉見えて思っちゃうんです。100円玉。じゃあもう毎日思い出すね、それは。もう最後のカラオケ配信だから、アニソンとかで、あ、最後のカラオケ配信でバンされるのはほんまに泣いちゃうよ。つらい。ずっと、ずっとですよ。卒業公演の後はね、私は配信しないって思ってます。卒業公演でって思ってます。前日はします。いや、ミーヒーさんのあの卒業公演に出演させていただくので、ちょっと予定時間がどうなるかあんまり分かってなくて、ちょっと確認しますね。それもあと、そうね、毎日配信はあれ1154合ってる日でした。5じゃなくて4でした。最後私メールでね間違えて送ってしまってました、ごめんね。いい子よ、そういい子よ、いい子よね。
変に近いのですありがとうございます。日曜日ケンクだ、ミーさんの卒業公演で挨拶します、待ってます毎回の配信が最後、そうだね、ちょっとまた予定確認するね。多分神戸っていうか兵庫だから帰ってくる時間がその日に帰るのか次の日に帰るのかちょっとよく分かってなくてまた確認するんですけど、そこはでも前日も配信はしますじゃんもちろん公演が最後美しいねそうみんなとね話したいんだけど、でもやっぱなんか公演とか公演で最後っていうのにしたいなって前から思ってて、そうくらい、そうだよね、そんなにかかん。みちさんのアイコンが0時、あ、0時で変わってたんだ。朝見たらさ、朝見たらなんだっけなんだっけ、あ、そうそう、朝見たな、プロフィール欄が。出演したの X のアカウント、いや、それがさ、私もさ、はっきり言われてなくて、そう、私の X ってどうなるんだろうと思ってやばいよね、いや、X をそのまま使うことはできないと思います、できないです、多分それはもうできないって言われてる、私はだ安否みたいに借りよう、かな、消えることはわかんないです、消えるかもしれないのでちょっと確認します、今から。はっきりね、なんか聞いたんだけどはっきりなんか言われなかったんだよね、 ST のも、そうです、私は ST のおもさんのアカウントなので、まあ続けられたら続けたかったんですけど、でもももかはね、そう、これから別にどうするかもう決まってないのね、アンペア頼んだと、あ、そうなの、ちょっと聞いてみよう お腹鳴ったおもちゃメールはね、そのアカウントがどうなろうと見ますよ。え、かわいい、すごい。どうなるかわかんないんですけど。見るんや、見られたらなんかダメなんですか、おもちゃ見るたまに違いつつ、さつかせだよねもう顔見たことある、
たまに緊張、うん、緊張報告して。もちゃん以前の写真卒業してからでも投稿してる。うん、可愛いやつだったら大丈夫だよ。ハンメとかじゃなかったら可愛いやつ載せてよ。寂しくなったらもちゃんです。待ってます。うん、何か伝えたくなったら伝えてください。ではそろそろ読みます。ずっと続けてありがとう。10歳のレッドさんありがとう。12のアイスネモンさんありがとう。11のたかきさんありがとう。桃が好き、あ、変わっちゃった10歳のアイスレモンさんありがとう。12のたかきさんありがとう。桃が大好き、ありがとう。11のこゆきさんありがとう。10のしいたけさんありがとう。ずっと桃が好き、桃が好きありがとう。9のひなっぴさんありがとう。8のまぼろしさんありがとう。7位のふくちゃんありがとう。桃子組。6位のエイトさんありがとう。9時のお手紙ありがとう、大切にしますこちらこそありがとう。5位のスタウチのユースありがとう。ボブヘアのおもちゃも可愛くて好きなの、お好評ありがとう。4位の百之助さんありがとう。髪染めたもおちゃんボーンも可愛い、嘘じゃない、嬉しいありがとう、嬉しい。3位のトシさんありがとう。でも私突然6時の動画撮れた、おファンクラブのね時に撮ったんよ、ファンミーティングか。しかも今日もずっとそばにいたいぐらい大大大好き。とてみるたびまぶしくて目が開けてない、思うがえあれあれなのね嬉しい、ありがとう。ずっと設定しといてね。2の大熊さんありがとうありがとう。1位の事情があって今日で部活終了します、え、あ、そうなの、それはもうみんなみんなってこと。今までありがとうございました、あ、一緒にお風呂入りたかった、それは無理ですね。今までありがとうございました、頑固なおもちゃやけどずっと押しててほんまによかった、ありがとうね、ずっといてくれて。あ、これ待って、ほんと嘘じゃないの、待って、エイプリルフールどっちかわからんのやけど、今日言われたな。そう、なんか下になんか嫌なこと書いてるけど、私はこれからもっと細くなりますよ。もーちゃんには感謝しかないです、ありがとう、ありがとうございました。嘘に決まっとる、あー嘘でそういうこと言うんや、ふーん。私はそういうの好きじゃないです。ではありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ、また明日。おやすみ、また明日ね。頑張ってくる掃除、お疲れさ、うん、お疲れ様。今日はね、今からお掃除頑張ってきます。おやすみなさい。